今回の動画ではベントグラスの種をまいてから3週間目から1ヶ月目までのおおよそ1週間の様子を報告します。こちらは11月22日火曜日の様子です。発芽から3週間以上経っているので発芽後初めての肥料散布として尿素と液体肥料のブレンドをまいておきました。前の週末に葉種から発芽後までかぶせていた不織布を外したのですが、その時からこんな感じでピンポイントに成長のいいところが 2,3 箇所あります。スズメのカタビラとか別のイネ科の雑草が入り込んだのかとも思ったのですが、これはベントグラスで間違いないと思います。スズメのカタビラも我が家には見慣れた雑草でして、もっと色が淡くて茎が太く丈がもっと低い頃から尾をつけますからね。ベントとの見分けには自信があります。ライグラス系の雑草は近所の公園でよく見かけますが、このように多数の葉が密集して発芽するためにはその分だけ大量の種が密集して発芽する必要があります。家の敷地内にライグラス系の雑草が生えているわけでもないし、自然に密集して種がまかれたのは考えられません。葉種したベントグラスの種の中にライグラスの種が混じっていたら大きさが違うから明らかにわかりますからね。じゃあなんでこんなにピンポイントで成長がいい箇所があるのか。床土を作った時に元肥はほとんど入れずに、全体的には肥料成分が普通から少なめくらいの状態だったのですが、ピンポイントで養分の多い箇所があったのかと思います。ということは逆にもっと肥料を与えていればこれと同じくらいの成長ができていたことにもなります。ベントグラス、特にニューベントとか言われる第4世代以降の新しい品種は発芽直後の初期生育時の肥料要求量がかなり多いそうです。あと動画には撮っていなかったのですが、1週間くらい前に殺菌剤の立ち枯れん液剤を撒いています。生育5年未満の若いベントグラスは病害が発生しやすく、特に初期生育時には立ち枯れ病などが高確率で発生します。過去にも発芽から1ヶ月くらいで葉先が黄色くなっている箇所があると思ったら、拳大のパッチでしおれてしまう箇所がいくつか発生しました。今回も発芽から3週間ほどで葉先が黄色くなっているところを見つけたので、とりあえず殺菌剤を撒いておいたということです。尿素散布から2日後です。かなり色が鮮やかになっていますね。散布した翌日はかなりの雨が降ったのですが、液肥成分が流されたというよりも肥料が効いているような感じがします。その翌日、モコモコ感がアップしていますね。長い葉は3センチから4センチくらいはある感じです。密度が薄いところに限ってはまだスカスカです。葉が伸びてきているから芝刈り機で一度カットしたいところなんですが、成長が遅いところは密度も薄く根もまだ短いのでもう少し我慢。11月27日日曜日です。久しぶりに明るいところで芝生を見ました。もう最近は日没が早くて帰宅後は真っ暗、出勤前も薄暗い中でしか芝生チェックができていません。まだ床土が透けて見えていますが、明るいところで見ると若い芽のいい色が出ているのがわかります。先日尿素で窒素を与えたばかりですが、ここで一度固形肥料を散布しておきます。晩秋施肥にはちょっとタイミングが早いですが、初期生育に必要な肥料成分を切らすわけにはいかないですからね。12月になりますが、まだ日中は15度近くまで上がりますし、12月中旬までは成長が期待できるのでしっかり施肥をしておきます。
11月23日にオートメッセ名古屋で行われた花友フェスタに行ってきました。園芸系 YouTuber としてダントツ1位のカーメンくんのトークイベントをはじめ、さまざまな園芸店、ガーデン雑貨、園芸用品店やメーカーなどが出展するイベントです。それなりに混むことは予想していましたが、予想以上にめちゃ混みでしたね。入場までに30分も列に並んだくらいです。会場内もすごく混んでいましたが、とりあえず真っ先にリサール興産さんのブースへ直行して釣り切符さんにご挨拶してきました。うちの娘たるも釣り切符グラさんでなりきっていました。リサール興産さんのところではカルス NCR のお試しサイズのパックを5袋ほど購入してみました。微生物資材なので土作りや堆肥作り、いろいろな使い方があります。うちは他の微生物資材と同様、芝生にばらまいてしまうつもりです。地温が下がる今の時期にまいても微生物の活動が鈍くなるため、霜柱ができるくらい寒くなる地方の場合、冬場にまいても効果はほとんど期待ができないかと思います。春になってからまいた方がいいかな。我が家のある浜松は冬場の気温が高いので、冬の間も地温を上げる効果があるかもしれません。来週あたりにも巻いてみようかと思います。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。